ケーブルテレビケーブルテレビ局の一覧栃木市のケーブルテレビ株式会社ケーブルテレビ株式会社は栃木県栃木市に本社を置くケーブルテレビ局である。また超短波放送を運用する特定地上機関放送事業者でもある。公式マスコットキャラクターは Q ちゃん。尻尾のアンテナで情報をキャッチしている宇宙人。 業務区域内では関東の j i 加盟テレビ局全局をケーブル1本で視聴できるデジタル TV は日本デジタル配信を使用している。中継局送信アンテナ FM クララ857の愛称で栃木市、三部町、小山市、下助市、野木町、佐野市の各一部地域を放送区域とするコミュニティ放送事業を運営している。保有する特定地上機関放送局の 呼び出し名称は、栃木市 t FM。栃木県では1993年に、栃木市をサービスエリアとする FM 像の街を開局すべく、栃木コミュニティ放送株式会社が放送局の予備免許を取得したが、準備不足を理由に、翌1994年に断念、予備免許を返上して、栃木コミュニティ放送は生産された。栃木市は、 コミュニティ放送局の開局にあたり、放送設備を主が建設し、民間企業が管理運営する公設民営方式によることとし、事業者としてケーブルテレビ社を選定した。つまり、優先テレビジョン放送事業者を特定地上機関放送局の免許人とすることとした。2015年1月27日に特定地上機関放送局の予備免許を取得。 試験電波の発射を開始したが、9月に平成27年9月関東、東北豪雨が発生。15日に臨時災害放送局と地域災害 FM の免許を取得した栃木市から運用を委託される形で、栃木市 TFM としての運用を休止し10月30日まで臨時災害放送をした。11月3日に開局。これをもって全都道府県に コミュニティ放送局が揃った。演奏所は、日野口町の本社内に、サテライトスタジオの小江戸スタジオが、和町の観光情報物産館施設、小江戸市場内にある。インターネット配信は FM による。2015年放送時間は、基本24時間であるが、本社スタジオ、または小江戸スタジオからの放送は原則として、毎日7時 -21。 零0の14時間制、放送残りの10時間はフィラーの音楽番組平日週末ありがとうございます。